皆さんこんにちは、こんばんは。マイメロ GB417 ことはーちゃんです。今回はスライムの中にお手玉の中身を入れたらどうなるのかということで、今回はお手玉の中身をスライムに入れて作ってみたいなと思います。今回は最初から一からスライムを作るところから始めるんですけれども、お手玉の中にどんな中身が入っているのかどうかわからないので、どうなるかわからないんですけれども、よかったらぜひご覧になってください。たまたまダイソーを歩いていた時にこちらのお手玉を見つけたので、どんなものが入ってるのかわからないけどやってみようかなって思ったので買ってきました。では早速やっていきたいと思います。とこちら、多分ね、あのペレットとかなのかなとも思うんですけど、あの以前に手芸屋さんでペレットを買ったんですけど、そこの説明のところにとお手玉作りやぬいぐるみ作りにっていう風に書いてて、調べたらぬいぐるみの中に入れたりして、こうなんて言うんですかね、こういうつぶつぶの代わりみたいな感じで入れるらしいんですけれども、もしかしたらペレットが入ってるかもしれないし、ちょっとよくわかんないんですけど買ってきました。なんか後ろ見てもね、何が入ってるかとかよくわからないんですよね。ポリプロピレンとかなんかそんなようなことしか書いてなくてよくわかんないんですけど、今こちらを入れていきたいと思います。前置きが長いのはまあ私の動画でよくあることなんですけど、前置き長くなってしまってすいません。では早速作っていきたいと思います。お手玉は最後に入れるので測けたいと思います。とまずは測り器で水を 50g 測ります。52 だいたいそれぐらいで大丈夫です。いつもだいたい50ちょっきりじゃないことがよくあるので、それぐらいで大丈夫です。次はこの中に洗濯のり 50g を入れていきます。さっき52だったのでそれに合わせた方がいいかな。本当は50なんですけどね。はい、すごい結構目分量っていう感じで、やっても大丈夫なので、まあ、大体50であれば大丈夫です。結構そこら辺は適当です。はい、本当のお菓子作りとかには本当に分量とかはちょっとした分量の違いで失敗したりとかするのでダメなんですけど、まあ、スライムの場合は意外とね、いろいろごまかし効くのでちょっとね分量が近くても大丈夫です。はい、そうしたらこちらの洗濯のりと水 50g ずつ、まあ50じゃないんですけど、はい、皆さんは50でやってください。とはい、それでこちらを混ぜていきます。なんか旅行から帰ってきてスライムを作るんですけど、なんかずっと1週間ぐらいね作ってなかったので、なんか動画とかもなんか作り方動画とか慣れてない感じがしますね。なんかちょっと動画のこう作る順番を忘れたような感じです。スライム作りに関係ない話をしてしまって申し訳ないんですけど、これもまた私がいつもやってしまうことですね。すいません。はい、こちらを混ぜることができました。そうしたらこちらの中に放射水を入れていきたいと思います。こちらです。よく振って入れていきます。今回はお手玉の中に何が入ってるかわからないので、色はつけないでやってみます。ちょっとねどんな風になるかわからないので、とりあえず透明のスライムを作ります。思いっきり飛んじゃった。よいしょ、後で拭きます。
思いっきり混ぜたら意外と緩いなって思っててもだんだん固まってくるので、とりあえずひたすら混ぜてください。ちょっと待ってくださいね。画面でやると混ぜにくくて、ちょっとこっちで手元で混ぜますね。だいたいこんな感じで混ぜれました。そうしたら次お手玉を切っていきたいと思います。こちらのお手玉がどういう風になるかわからないんですが、やっていきたいと思います。でここになんか黄色いつぶつぶがついてると思うんですけど、前に作ったスライムのエナメル塗料っていうものがボウルで洗っても、あの水で洗っても取れなくて、それがちょっと絵の具がねまだ取れてないんですけど、すいません。でちょっと一回中身がわからない状態で入れるのが怖いので、この中に一回ちょっと切って入れてみます。いきます。何が入ってんだろう、切れない、よいしょ、なんだろう、怖い怖い、何これ、嘘でしょ、何これ、何これ、全然違う、なんか全然想像と違うものが出てきた。匂いはなんかよくわかんない。おばあちゃんの家のタンスの中の匂いみたいな感じの匂いみたいな、なんか着物とかをしまっているタンスの中の匂いみたいな感じなのかな。なんかちょっと犬の爪みたいな、なんか私が飼ってる犬の爪を切ってあげるんですけど、その爪のかけらみたいな見た目、こんな色な、こんな色のもの入れても可愛くはならないけど、こんな中身なの、ちょっと衝撃的すぎる。まあいいや、入れてみます。うーわ、すっごいな、これこれちょっと一回取りますね。なんか全然違う、なんかペレットとか、なんか小豆はちょっとさすがに商品だからなんかあれかなって思ったけど、でも小豆とか結構お手玉の中に入ってたりなのかなって思ったけど、全然よくわかんない、なんだこれ、本当に不思議すぎる。混ぜます。なんかちょっと見た目が気持ち悪い。なんだこれは。なんかすごいですね。あ、でもなんか一応ひとまとまりにはまとまりましたが、なんだこれは、見た目が可愛くないです。微妙かな。何なんだろうこれ、硬い、すごい硬い、絶対手では潰せない、なんか本当に硬いです。でもなんか何の材料なのかよくわかんないけど、こんな感じ、なんかちょっと何に見える、おはぎ違うか、おはぎには見えないか、なんか なんだろう、謎のものが出来上がりました。こちらです。ちょっと衝撃的でしたが、今回はこのスライムの中身は、スライムの中身じゃない、おはじきじゃなくておはぎでもなくて、なんだっけ、お手玉、
そう、お手玉の中に入ってるものを使ってスライムを作ってみたんですが、謎のスライムができました。こんな見た目でもいいよっていう方はぜひ作ってみてください。ちょっとおすすめできるかちょっとわかんないけど、触り心地は別になんかすごい面白い感じでいいので、うん、見た目はあんまり可愛くないけど作ってみたい方、興味のある方は作ってみてください。参考になったかどうか全然わかんないけど、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。